おい、カズシ、これ見ろよ。あ、これ、修正入ってないよ。二組の樋口くんがネット通販で買った裏本だよ。三冊もらったから、二冊、カズシにやるよ。え、いいの？じゃあ、これとこれちょうだい。オッケー。お前、エロ本持ってないし、一人でするとき不便だろ？あ、そうでもないけど。リョウトくんはいいの？俺？彼女いるし、セフレも三人ほどいるし。いいな、彼女。何人も女紹介してるじゃん。この前紹介してあげた子、どうした？え、うん。断っちゃった。ごめん。マジか？あの子、お前のこと気に入ってたのに。あんな子、そうそういないぜ。うん。ごめん。ま、カズシ奥手だから、しょうがないか。りょうとくんの紹介してくれる子、なんか僕に合わないんだよね。お前、女の好みに厳しすぎ。そんなことないよ。まだ若いんだから、とりあえず一発やってキープしつつ、別のタイプの女を探せばいいじゃん。でも、そんなことしたら女の子にも悪いし、それに、りょうとくんみたいにモテないしね。そんなことねえよ。鈍感だから気づいてねえだけで、俺はお前に近づきたい女をうまく食ってるだけで、俺なんか。そうだな。それにお前、マザコンだしな。お、年上の女性。そう、中九女。それも自分の母親と同年代の、30後半から40前半のおばさんが好きなんだろ。あ、違うよ。カズシの選んだエロ本、ロリモノじゃなく熟女雑誌じゃん。いや、これはたまたま。まあ、人それぞれのフェチってもんがあるし。俺、若い子も好きだけど、人妻も全然いけるしな。人妻って。特に、カズシの母さん。陽子さんなんて肌も綺麗だし、すっげーそそるよな。え、母さん？ああ。子供の時から、カズシん家に泊まるたびに風呂場覗いてたけど。あの体つきはいいぞ。体？ああ。やめてよ、母さんをそんな目で見るの。何ムキになってんの？自分の母親に欲情してるのか？あ、違うってば。そんなこと言うなら、りょうとくんのお母さんだって魅力的だよ。ああ。うちのはダメダメ。うちのおかんでいいんなら、やっちまってもいいぞ。え？ちょ、やめてよ。冗談だよ、冗談。喉渇いたから、何か買ってくるわ。留守番よろしくな。あ、うん。遅いなあ、りょうとくん。ただいま、カズシ？まだ帰ってないのかしら。りょうとくんの家かな。お邪魔します。あ、いたいた。寝顔。それじゃあ、硬い。立ってる。夜に立ってるから夜立ちだね。いただきまーす。こんばんは。あ、おばさん。そこの小娘、人の家で何をしているの？ごめんなさい、おばさん。カズシ君は黙ってて。あ、はい。そう。今すぐ出て行きなさい。カズシ君、あなた。すみません。リョウト君待ってたらいつの間にか寝ちゃって、その起きたら。このことお母さんが知ったら悲しむわよ。それだけはお願いします。母にだけは言わないでください。何でもします、何でもしますから。だから
だから母にだけは。それじゃあ私のお願い聞いてくれるかしら。いいのよ、明日からはたまる前に私が処理してあげるから。いい？今度から私が呼んだらすぐに来なさい。お帰りなさい、遅かったわね。リョートとゲームしてたら白熱しちゃって。父さんはまた残業？今日から出張よ。また？カズシ、今日もうちに寄ってくだろ。昨日のこともあるし、今日は。なんだよ、昨日のことって。あ、いや、なんでもないんだ。あれ？母さんはもう会社終わったの？あら、カズシ君こんにちは。あ、こんにちは。そうだ、ちょうどよかった。カズシ君のお母さんに届けてほしいものがあるの。後で私の部屋に来てくれるかな？はい、わかりました。どうしよう。あ、そうだ。悪い、俺これから女と約束があったんだわ。お前母さんの部屋行って届け物もらってこいよ。俺出かけるわ。ちょっと亮と。じゃあ。